1, 2, 1, 2, 3, 4. こんにちは、そしてこんばんは、高橋です。今日もありがとうございますというかね、来週日曜日29日文京区の小桜商店街のハロウィンイベントでウクレレを弾きますので、準備とお知らせを兼ねて、今日も演奏動画をお送りしてます。今日弾いたのはこれぞウクレレソロのルーツの一曲ですね。はい、田先生、森先生、私から皆さんに伝わっていくというこの広町じゃなくて12番街のラグですね。もう体をこんだけ使うとね、脳はもう働いてないというね。このお話中心の動画と本当の演奏のこの時の脳みその使い方もほぼ違うというね感じでお届けしております。このピッキングの技術ですね。これ親指のピッキングっていうのは、まあ親指だけではねなかなかここまでいかない。人差し指と親指、まあ中指もこの曲は使ってね、コンビネーションで指板ごとというかね、もう楽器全体を、叩くピッキングすることによって衝撃波がドバドバ出てます。この動画越しには想像の域を超えないというかね、生で味わうウクレレのソプラノならではウクレレ本来の醍醐味をね、ぜひね生音をね一緒に体感しに来ていただけると本当に嬉しいです。29日ですね。今月もう来週か1週間切りましたが、文京区の小桜商店街のハロウィンの祭りでウクレレを弾きます。12時15分ぐらいからの演奏予定ですが、なんだかそのリハやるなら15分ぐらい前から本番リハみたいな感じでみたいな
そういう感じになってるの。リハした方がいいと思う。真面目ですね、またね。だから、12時ぐらいから、こう、ちょろちょろ弾き始めるかなという感じも持ってますので、まあ。で、12月のクリスマスコンサートのお知らせをしますという話をしてたんですが、なんとYouTube でお知らせする前に、ソールドアウトとなってしまったので、もしかするとね、お会いできるのが、今年はこれで最後みたいだね。リアルでお会いできるの最後みたいな方もおられるかと思ってね、ちょっとお知らせをね、熱くお知らせしておきたいなと思いました。うん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ、また見てね。楽しい音楽の秋を一緒に過ごしましょう。1、2、1、2、3、4。